五冠末期、長く続いた漢王朝の世は斜陽の時を迎えていた。漢安の跋扈と外戚の戦王、それら政体の腐敗と天変に困窮する民、誰もが苦しみ嘆き憤り、今日に続く明日が見えずにいた。そんな中、太平道の教祖趙覚が蜂起、趙法趙良ら弟と共に神道を率い一大反乱を起こした。後に言う黄巾の乱である。これに対し朝廷は討伐軍を結成、反乱の鎮圧に赴く。討伐軍の多くは正規の将兵、片や黄巾党は民の集まりに過ぎない。趙法趙良らは討伐軍を迎え撃つも劣勢を強いられていた。その窮地を救うべく、今趙覚が戦場に降り立つ。好天を目指す志は、蒼天の獣たる討伐軍を打ち破れるか。変異はこの大剣漁師趙覚と共にあり。趙法よ、趙良よ、太平の教えのもと、どんなの正当はなったか。趙法殿、趙良殿、共に押されています。おお、難儀をしておるか。いわばこの我が蒼天の獣を打ち払おうぞ。趙覚様、ありがてえ。奴ら趙法殿の術を邪魔してるんです。天の奇跡を妨げる。今少しの辛抱であるぞ。の奇跡を頼もしいぜ。目障りなとこは潰しちまうか。この奇跡を兄上、ありがとうございます。我が術をなすことができます。天の奇跡でこの国を覆そう。天意に背く愚昧の輩ども、我が幻影の前に屈するがいい。私の術で。弟よ、蒼天にあだなす者には天罰を。天の声を聞かぬ者どもよ、
凍てつくつぶせで魂を砕かれよ。すげえ、氷が降ってきたぞ。逃げろ、食らったら魂が降るまで。術を使いよって全軍進軍経路を変更せよ。兄上、敵の軍が進路を変えたようです。ならばその者らを注視、祭壇を守るまで天の道を行く者に試練はつきものぞ。援が到着した模様です。
は俺黄金刀許さぬぞ。妖術を操る邪気をこの力は打たねばなるまいな。兄上、この者は今までの敵とは段違いの強さです。劉備に曹操、そしてその仲間。兄上、これは分が悪いかもしれません。弟たちよ、これは天が我に与えた試練。我らの団結を見せる時ぞ。兄上、承知しました。そのような手にかかる我々。
を下した。これぞ天の奇跡よ。道の正しさが今示されたのだ。ん？この勝利は我らの団結によるもの。ああ、同志たちよ、黄金の世の幕開けぞ。